若者の流出が続く倉吉市では雇用や移住定住、結婚支援など若者定住促進のための対策を打ち出していますが、 PR が課題となっています。このため第一生命鳥取支社と連携し PR 面のサポートをしてもらうことになりました。連携協定の締結式では倉吉市の広田市長から第一生命鳥取支社の福永営業部長に倉吉若者定住応援団認定書が手渡されました。締結がゴールではなく、今日がスタートの始まりだと思いますので、地域の皆様に一軒一軒丁寧にご案内をできるように、みんなで力を合わせて頑張っていきたいと思っております。倉吉市が若者定住促進に関する連携協定を締結するのは初めてです。